にちは、かけむらです。今日はあいにくの雨なんですけれども、ちょっと花道路まで行ってみようかなって考えてまして、ちょっと下道使ってテクテクと中距離になるんですけれども、22キロあるって書いてあるんですけど、花道路まで行く時にこの中央大通りっていうところをずっと東大阪まで行くんですけれども、その中距離ドライブですね、今日は撮影してみようかなと思ってます。よかったら見てください。で、花道路はまた別撮りで、登って降りてくる動画撮影しようかなって計画してます。よかったら見ていただけると嬉しいです。それでは、花道路まで、ちょっと中距離ドライブ約20キロあるんですけど、お付き合いください。まもなく右方向です。ここ、中央通りです。中央通りの本殿っていうところですかね。カメラはないんですけど、結構信号のそのスパンが短くて、ちょっと43号線よりも運転しにくいかなっていう感じでしょうか。次は阿波座ですかね。信号止まらなあかんみたいな。あ、ほんでパパ号のドライブレコーダーとうとう壊れてしまいました。リセットを一回やってみて、多分あかんと思うんですけど、一回ちょっとリセットやってみて復活するかなーって。およそ300メートル。ちょっとやってみます。設定用車線に注意してください。やっぱり熱でやられるんでしょうね。メニュー触ったらもうすぐ止まっちゃうんですよ。多分リセットやっても変わる。多分リセットしても多分中壊れてるかあかんぐらいだと思うんですけどね。あともうちょっといたらバイパスです。この先一般道事故多発地点です。この先白バイ取り締まりにご注意ください。もうほんまにね、西区からここ来るまで信号で今で3つ引っかかったんかな。もう全然流れないんですよね。あんまり好きじゃないんですよね、この道路。阪神高速ですね。
東大阪線の方なんですけど、ちょっと信号細かく引っかかっていきます。それでこのバイパスを降りるとすぐ大阪城ですねに来れるんですけれども、やっぱりここのところめっちゃなんか、いやもうまた信号やし、警察署がありますめっちゃ信号いっぱいありますやん。警察署があります。直進方向です。信号が長い、めちゃくちゃ長い信号3号線のね、信号が、夜の11時過ぎたらもうなんか一個一個止まるんですよね。なんかそんな感じになんかこの道路似てるかなっていう感じです。高速乗ったら一瞬で着くんですけど、何回か高速道路は撮影させてもらってるんで、今日はちょっと下で、行ってみようと思います。計画してます。高速道路入り口です。信号が長い。もう43やったらもう天ヶ崎過ぎてますよね多分。左方向です。長崎過ぎてもう六甲山の下の宿川ぐらいまでついてると思うんですけど、あ、高速乗りなさいってずっと案内してるんですね。また信号ですねやばい、なんか嫌になってきた高速乗ろうかな、心折れそうです。ここは森の宮ですね。お、なんかあんのかな、人いっぱい。信号が長いですわ。もう前あの暗がり通り行くときに通った道路の方がちょっと道幅は狭いんですけど、そっちの方が流れるんちゃうかなっていう感じですかね。あと13キロです。
ね、東大阪に着いたら、何やったっけ、なんとかジャンボっていうバイク屋さんがあったはずなんですけども、そこも昔置いてましたね。オートジャンボ大阪かな。もうバイクよう見に行ってましたわ。懐かしい。およそ300メートル先、中本にも直進方向で、走行車線に注意してください。やっと流れるようになりましたね。あと12キロ、まもなく中本にも直進方向で。この辺なんやろ、深江橋の方かな。うん、深江橋の方ですね。島の方とかに行けるんですけど、あっちもあんまりちょっと、この先高速道なんかわけわからんところでネズミ取りとかやってるから、あんまりね通りたくないですよね。高速道 H システムがあります。時速は約30キロ、到達時間は180秒以内です。あんな道路もあの白バイ多くてあんまり好きじゃないかな。でした。ごめんなさい、内環状線が走ってて、左がここを左に行くと宮古島の方に出られます。やっぱ信号長いです。駐車監視エリアです。バイパスはいいんですけどね、降りたところと手前のところで何か知らんけど信号には引っかかりますわ。でかいなんやろ、すごい。あかん、信号長い、もう心折れそうです。あと半分。
見えてくるはずなんですけど、あ、またウサミ多いですね。ウサミさんガソリンスタンド、ヤオとかに行くんですかね。左に行ったらどこやったっけ、スイタとかに行くかな確か。
内陸口の方に行きます。もうあともうちょいやからちょっと我慢します。言うてるんですけど、ほんまはこの170号まで出なダメなんですよ。どうしよう、ナビの通り行ってみましょうか。左折して右折してまた左折して、このおよそ300メートル先、右折専用車線に注意してください。この先左方向です。この先一般道、速度取り締まりにご注意ください。動画になってしまいましたね。すいません。左方向です。で左折して、右折みたいな感じで、聞いたことあるんですけど行ったことないですわ。パスタ専門店、
スやん、なんで。あともうちょいです。信号多いっすね、こっちの方。地元の人に怒られますけど、なんかめっちゃ走りにくい。あれ、これどっち？どっちなんやろ。まっすぐでいいんですよね。およそ700m 左方向です。左方向です。あと2キロです。あともうちょい。でもちょっと混んでる。ちょっとどころはないですね。だいぶ混んでますね。
よいしょ。あー、こっちは道路細いっすね。専門で、道がめっちゃ狭いっすねここ流れる、すごい。およそ300メートルの寺浜を大きく右方向へ。これですよね。この付近、交番があります。寺浜を大きく右方向です。ようやく半田道路の入り口に、到着いたしました。一回どっかでエンディングを撮りたいんですけど、ここが大きく右方向です。半田道路の入り口です。どっかでおよそ300メートル先、目的地付近です。映してみましょうか。花道路の入り口までやってまいりました。あそこの交差点を入ってきて、でこっち側に登っていくと花道路なんですけれども、これからまた改めて花道路を登って降りてくる動画撮影に行ってきます。それではちょっと愚痴の動画になってしまったんですけれども、ごめんなさいそれでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。